はい、どうもいらっしゃいませ、ポンちゃんです。本日はまかないでチキンカツ丼を作っていきます。で、今日はまあ鶏の胸肉使うんですけれどね、胸を使う理由はタンパク質が取りたかったからといったところです。理由としましてはね、ちょっと怪我とかが多かったんでね、タンパク質食べて体を補強しておきたいなみたいなところです。今バットに塩コショウしておきました。これ、市場で買ってきた胸肉です。もう皮は外してあります。でもこんな感じのサイズに切ってあるのでちょうど使いやすいです。今ぐらいとか。で、バットをね、塩コショウしたところの上適当に転がしていただいて、全体に塩コショウを薄く下味としてつけてあげます。塩コショウし終わりましたら、こちらいつものね、小麦粉水で溶いて粉状で糊状にしたところにくぐらします。でもね、別に全体に薄くつけばいいというだけなんでね、そんなびっちりびっちり濃くたっぷりと作らんでもいいかと思います。ね、こちらパン粉です。あんまりね、衣が分厚すぎるのも個人的に好きではないので、薄衣でつくような形でしておきます。では、揚げていきたいと思います。それでは油に入れていきます。せっかくなんでね、揚げ時間どれぐらい測るかタイマー置いてちょっと横で測りながらやっていきたいと思います。揚げてる隣の鍋のところにお出汁をちょっと使います。これはね、いつも店で使ってる天つゆ出汁ですね。で、玉ねぎカットしておいたものをつまみ沸かしていきます。今揚げ始めておおよそ2分ぐらい経過したところで一旦ひっくり返しておきます。沸いてきたところで塩を一つまみ加えておきます。今日はランチでもね、チキンカツやってたんで、そのまま油使ってるんでね、どうしてもこっちの揚げてるとね、こういうちょっとパン粉が残ってたりするのがありますけど、まかないが気にせんともそれでいいやっていう感じにしてます。揚げ始めて4分過ぎたので、チキンカツ取り出していきます。ちょうどね、火もちゃんと入ったいい感じに仕上がっております。火が入りすぎますとね、パサついてくるんですよね、断面が。こんな感じ、切り口からね、ちょっと汁気が出るぐらいの、これぐらいの状態がやっぱり柔らかく食べれる状態かなと思います。ご飯に先に乗っけておきましょう。で、卵とじとかね、こういう丼もやるときの卵の溶き加減、こんなもんで大丈夫ですね。全然混ざってないやんみたいな状態で入れた方が、白身がね、ある程度残ってる方が綺麗に閉じれます。入れたら、こう、縁から固まってくるんですね。だから縁のところを中に入れるようなイメージでやっていきます。この時ね、なるべく鍋はね、ちょっと揺すりながらやってあげてください。言うとしましたら、鍋揺すらないとそこで卵がひっついてしまいますんで、剥がれが悪くなります。最後の卵を加えて、思わずたたいすっておきます。はい。というわけで、あとはご飯に乗っけていきます。これね、揺すってないとね、これがもっとこう鍋の底のところにひっつきまくった状態になるんでね、必ず揺すりながらやってあげるというのはおっしゃってあげましょう。これで青ネギとかあったらよかったんですけど、今日青ネギちょっと仕入れてないんでね、もうこのままの状態で食べていきたいと思います。こちらカツ丼完成したものを食べていきます。いただきます。卵がね、いい感じテロンテロンになってくれるんでね、やっぱりこの半熟加減が何とも言えずに美味しいところですよね、こういうカツとじ丼とかするときは。親子丼なんかもそうですけどね。いただきます。うん、胸肉柔らか。うまっ。割と短時間ですね。トータル4分ですね。片面2分、2分みたいな形で揚げてるんで、割と
あの火通りはね本当にほどいいぐらいになってるんで、ね、胸肉とは思えないぐらいに柔らかいです。何でしょうかね、なんか特殊な液につけて柔らかくしたりとかするみたいなのもあるんですけど、ね、そんな線でもね十分に柔らかくてうまいですね。さっきにしてある下味の塩コショウがねやっぱりよう効いてるんでね、あの噛んだ時にコショウとかの香りがめっちゃ出てきていいです。こんな感じですかね、マジでうまいっすよ。どんなしてもね味加減がそんなに濃すぎるということもなくね、本当にほどいい加減に仕上がっております。というわけで、本日はこちらまかないで、鶏カツ丼ですね、鶏カツ玉とじ丼って言ったらいいですかね、作ってみました。また今後もいろいろ美味しい料理作っていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録に高評価よろしくお願いいたします。それではまた動画でバイバイ。